二次ホログラブルの話をしましょうかね。まあ今年もね、スバルもね、ちょっと寿司を握りに行こうかとね。去年はね、去年はね、ちょっと戦力にギリならなかったまで。いやいやいや、ギリギリなってた。いや自信を持っていけ、ギリなってたんですけど、今年もね、フル参加って感じかじゃないかもしれないけど、一応、サーバーにはいる、寿司屋として。これね、マジ勘違いしてほしくないんだけど、一応、寿司屋としてサーバーにはいる。去年もね、その、寿司屋、グラブルなんか、自分の好きに寿司屋にできるから、今年もね、ちょっと寿司屋参戦しようかなと思ったんですけど、スバル基本さ、ストーリーが結構好きだからさ、ストーリーばっか読んじゃうのね。あんまりそのグラブルの強さとかわかんないのね。とかがこれしたら強くなるんですかね、これしたら強くなるペコよーみたいなことをね結構教えてくれてんの。わかんないわけ、スバルは。なるほどねって送ってんのね。なるほどねみたいな、なんかスバルも一応参加しとこうと思って。なるほどね、ペコラからスバル先輩はログインしてくださいって来て、はいってな。でもちょっと聞いて、これマジ言っときたいね。今年はね、マジでね、ちゃんとねレベルとかも上げてる。去年は強くなり方が分かんなかったけど、今年はね、あれめっちゃやったよ。編成もね、カシウスと、ゼヘクと、バイトと、ルルーシュと、あとクラリス。ちゃんと、上げれるところまでは上げた。キャラのレベルも上げて、召喚石のレベル、しかつまりさ、衝撃だったんだけど、召喚石のさ、レベル上げてなくてさ、前回の古戦場。今回は、闇の召喚石のケルベロスを引いたから、ケルベロスのレベルを上げて、武器もね、なんか、ゼカリアっていうのが強いって聞いたから、ゼカリアに交換して、星が4つちゃんとついてるゼカリア入れた。ただね、そう、わかる。配信でね、ルルーシュ使えないから、ちょっと、そうなんだよ！ルルーシュめっちゃ強いんだけど、配信でね、ルルーシュ使えねえんだよ。だからルルーシュじゃなくて、ヘレンベンシャレムちゃん。ヘレンベンシャレムちゃんも全部突した。ユーステスが強いらしい。てかさ、マルキアレス強いよな。シャレムはね、80レベルにした。リミットボーナスみたいなのもめちゃめちゃ上げた。そう、みたいな感じでね。今年はね、ちょっとだけね、戦力になったらいいなと思って、ちょっとやってます、最近。だから、おい、ペコラログインしてるぞ。任せとけ！レベル上げてます！はい、っていう感じでよろしくお願いしまーす。